あの、松尾芭蕉の俳句で、古いケア、カエル飛び込む水の音、有名ですね。さて、ちょっとこの歌のご紹介を今日させていただきます。松尾芭蕉という方。これ、松尾芭蕉という言い方は、私としてはまずいんですね。というのがですね、この松尾芭蕉って実はですね、忍材衆の仏頂和尚という、仏頂老師というすごい老章様に三千修行されまして、 僧侶にも死なっていらっしゃったら、私より、はるかに位の高いお嬢さんなんです。ただ、一般的にはそういうことはあんまり言わずにですね、俳句の歌人としてだけ知られておりますので、一般に松尾芭蕉っていう捨てとなるかもしれませんけども、優雅さで松尾芭蕉という言い方をしておきますが、この松尾芭蕉はですね、この仏長お嬢に参戦されてまだ修行されていたわけなんですけども、ある時ですね、この松尾芭蕉のお家にですね、 仏ッチがお越しくださいました。で、場所はお迎えをされるわけですが、そこでですね、場所はですね、歌順ですから、ウッドですね、歌を一句読んだんですね。あらかじめ用意をされたというよりは、おそらくは思いつきに言われたと思うので、そのくだですね。意味としては、ちょうど通雨時あるいはそれが明けた時だったのかもしれませんけども。雨が降って、苔が泡を落として非常に美しく、私は、 非常に心晴れやかでおりますみたいな、そういう歌われたわけです。英語ですね。ハワイユー。で、聞いたらですね、答えはハインセンキューが普通で、普通なもうそれでいいわけですね。儲かりますか言うたら、ぼちぼちですわ。これでいいわけです。だからこれ聞いたらですね、あ,あ、ええー、ことで結構ですな、言うとキャインですけども、民在州の商正さんって、あれですね、なかなか趣味が悪いというかですね、 なんかいけずというか、性格が悪い方が結構いらっしゃるのか、私もちょっと怖いですけども、そうしますとですね、この仏教をがですね、場所を言うんですね。ほな、お前さん。雨が降らなかったら気分が悪くなるの。イチャモンの部類ですね。これ場所言われてですね。どうしたか。そこで場所を答えたんです、ふと考えて、買わず飛び込む水の音、古い気はなかったんです。この二つ、変わず飛び込む水の音と、 こう答えてですね。仏長師匠が頷かれて、ちょっと書院を置かせと、入、はい、っていかれたんですね。お家に。松尾場所のお弟子さんにですね。ちょっと紙と書くものを続いて筆を用意せ。ということで用意されて、小一時間くらい時間が空いてそうですけど、場所も、師匠が入ってくるわけで、何をされているのかわからないけど、ちょっと待っておけと、言われた以上は待つしかないわけです。 で、しばらく1時間ほど待ってですね、出てこれてどうされましたか言って尋ねたら、お前にこれやるよって言われたのが、これがですね、悟りの証明書と言われる印鑑書をやったんですね。これがだから要するに、松尾芭蕉が冒頭申し上げた、非常に高いくらいの僧侶を、要するに、介護手って、悟りを開いたというのはですね、これは開いたかどうかを僕開きましたと、これは自分が、 自己責任で言うのではなくてですね。自分が参戦している主要についた師匠。その師匠もまたその上の師匠からになるんですけれども、師匠から、お前は解剖して悟りを開いたから、わしに代わってやっていけ、真逆にいた場所の場合はですね、僧侶としてやるというのではなくて、あくまでも、俳句の歌人としてこれから善を伝えていけと、だからこそ余計に、 松尾場蕉は、それからこそですね、俳句を非常に今、全的な意味合いで歌う方という風に証明されたわけなんですが、さて、ここで問題はですね、買わず飛び込む水の音が、なんで悟りを開いたという証明になったもしくは仏長所がそれを判断したのか、これなんですね。ちなみにですね、私、ちょっとこの法話湯前にふっときになってですね、 一般的に松尾芭蕉のこの古池やってですね、どういう評価を受けているのかなっていうのを調べてしまったんですけども、あんまり今日今から喋る話はですね、書いてなかったんです。で、全集坊主としては、こういう評価をするんですけども、歌の一般的な評価としてはですね、俳句というのはどちらかというと、その情景描写を語るもので、何と言いましょうか。そのカエルの動きであったりですね、この、 水の音というかですね。実際には、ポチャンなのか、ポトンか。ちなみにアメリカの方に、買わず飛び込む水の音と聞いたらどんなことを想像しますか聞いたらですね。何百きというカエルが大量に飛び込んでいく姿を想像されるんだそうです。ちょっと日本人と違うかというと変わるんですけれども、そういうんですね。なんて言いましょうか。情景描写の中に動きであったり、本来はない音であったりが練り込まれている。 これがすごいっていうことを言われるのか、全集坊主はそういう評価しません。これ何なのかというとですね。要は、この句の前にいたく、その意味が全てなんです。つまり、青い苔が青々としてなかったら、お前は不幸なのかという、これなんですね。仏教の世界ではですね、小さい子さんに対して先導いる話がこれですね。いいことしたら天国極楽に行ける。悪いことしたら地獄に行くぞと。だからいいことですね。これんですけれども、 善の修行を進めていくと、実はこれは違うという話に気づきます。これはですね、間違い。とは言わないんですけれども、正しくない。善を極めてしまうなら、最終的な行き着く先は、極楽は極楽を楽しみ、地獄は地獄でやっても楽しめるはずだ。こういう発想になってきます。つまり、自分が不幸であるか幸福であるか。そこにもよらずに、幸福か不幸かは一切関係ない。 自分はただ自分のままいて、神仏がそれを判断し、どのように見下されたとしても、私は落とされたときも構わない。それを、私は、その情景を楽しみ、状況に常に適応します。と、こういう発想がですね、善の行きつく先目指が先だと。こういう発想をするわけです。するとですね、青い苔が青々としなければ不幸なのか、私は関係がない。 つまり、変わず飛び込む水の音というのはですね、カエルはまさに場所なんですね。私は、えー、いかなるところであっても行きます。ではないんです。もはや、もう飛び込む。飛び込んだ後の話ですね。私はもうどこなり、私は飛び込んでいく境界をすでに持っておりますと。これを生きっているから、これは非常に全敵だと、これ、仏長賞、言うわけです。だから仏長賞は、お前はそれをわかってる。 今後もそれでいけ。と、これを示すのが、場所のまさに、区の介護の証明になったわけです。さて、買わず飛び込む水の古池がないわけですね。これですね、後日になって、場所がですね、弟子たちと一緒にこの区完成させたいというふうになりまして、みんなと相談するんですね。上の区これどうしようと、普通は上の区へと下の区の順番になると思うんですが、 場所もですね、皆と相談しましてですね、どういうものがこの最初の5文字としていいか。で、死たちから、実はいろいろ上がったそうなんです。あ、だこうだと言われたんですが、なかなかいいのが見つからなくて、結局場所自身が、これでやっぱこれ、古池や。と自分で決めてしまったんですね。さて、古池、これもポイントですね。池じゃダメなんです。何せなんて言いましょうか。 古い池と聞いて、皆さん、どういう池を想像されるのか。おそらくは、濁り切って、1センチ、数センチしか見えないような、と言いましょうか。そういう池を想像されると思うんです。これ、澄んだ池じゃダメなんですね。澄んで、見通しが効いて、そこまで見えるような池であればですね。これがもう先が見通しが効いているわけだから、取り込むときに、なんだ恐怖がないわけです。 これは古池だから意味のある一寸先は闇と申しましょうか。ゴリム中というか。わずか先であっても、なんだそれが想像することができない。けれども、そこであってもカエルは飛び込んでいます。すでに飛び込み終わっています。水の音がすでにもう鳴り終わっていますというところだから意味があるので、この古池はまさにですね、一寸先を見えないような状況であっても、私はそこにもはや飛び込みきっている境界を持っています。 これがですね、この句が完成しているので、こういうものが古いケア、変わず飛び込む水の音のまさに示したところ。まあ、少し先ほど申し上げた生態から胴体の動きであったりですね。あるいは、音がないものに音を入れるというこういうもの、確かに情景描写というものですね、俳句の素晴らしさというのでしょうか、歌の素晴らしさ、そういうものがあると思うのですが、仏頂賞が評価しているのは、 まさにそういうところではなくてですね、仏長書はあくまでも、この善の行き着く先、それを目指すところがまさにそれである。これが評価の対象であり、介護の定義だったわけでございます。もう間もなくですね、追従文になりまして、雨が降りしきる時が来るかと思うんですが、ぜひですね、この松尾場小介護の子をですね、今日ご紹介させていただきまして、お話しした次第でございます。最後までご成長くだされまして、誠にありがとうございます。 このフォアが良かったら、高評価よろしくお願いします。